高尾市内の様子です。車通りはコロナ以前と比べてまあちょっと減ったぐらいですね。人も外はまあコロナ前の方が多かったですけど、今はマスクとかフェイスシールドをしながら外に出てる人もそこそこいます。今平日のお昼時間ですけども、昼休みにちょっとこの SM ですね、職場近くの SM ラナンという場所に来てみました。はい、まあ、これは以前からこの警備員さんたちが車の下まで爆弾と危険物等ないかチェックしてるんですけれども、今もやっています。そして以前はここでカードをですねもらって、まあ紙ペラみたいなのもらっていたんですが、今はもうそれやってないですね。チェックだけして簡単に通されています。ちょっと外は暑いので地下に停めたいと思います。はい、結構駐車されてますね。あちら SM の裏側にはパークインというホテルがあり、そこの後ろにもコンドミニアムの建設、そして病院、学校の建設が進んでいます。まあ、コロナでこれも遅れているとは思います。外は日差しが強くて車内が暑くなってしまうので、地下の駐車場に止めます。結構車止まってますね。はい、結構車駐車平日の昼間ですけどもされています。グリーンのランプがついているところが、駐車可能という表示ですね。はい、ここら辺に駐車して中に入りたいと思います。このように入り口が検査で混むことがあるので、今はここに立って待ちましょうというマークが付けられて、あちらが入り口になっています。でここで検査です。このように ID を見せながら入っています。このようにエスカレーター乗るときは、2歩開けて乗ってくださいという指示が出ています。こんな感じですね。クリスマスシーズンが終わりましたけど、まだクリスマスツリーが飾ってあります。 SM ラナンの裏側に来ています。あちらパークインホテルですね。そして噴水エリア、あちら噴水の向こうに見えるのは新しくできている病院ですね。まだ建設途中だと思います。そしていつの間にかこのようなモニュメントが、裏側に建てられています。そしてこちらレストランが並んでいるんですけれども、シェイキーズはやってて、ここはもう今何も入ってないですね。もともと別のレストラン入ってたんですが、アクリア J がリオープンしてますね。以前やってなかったんですが、高級っていう焼肉屋さんもやってますね。そしてああやっぱりもう完全クローズして、以前別のレストランが入ってたんですけど今クローズしてますね。メサという、こちらフィリピンの創作料理ですけども、こちらも、今はやってないですね。ダバオというモニュメント、あちら向こう側に建てられているのはコンドミニアムですね。このモールの周りにコンドミニアムの建設が進んでいます。フレンチベーカーやってます。入り口では必ずフェイスシールドとマスクをつけて、 FM パス、フードメディソンパスという許可証か会社のビジネス ID がないと中に入ることはできません。あ、こちらの火鍋、鍋の店もやってないですね。そして以前クローズしていたバイキングというビュッフェスタイルの店がまたオープンしてますね。そこそこ人が入ってますね。以前は予約がないと入れないぐらい
人気の店だったんですけども、今空いてますね。駐輪スペース、以前はこんなのなかったんですけども、自転車が止められるスペースができています。そして驚くことにですね、こういった自転車の修理スタンドというので自分で直してくださいと、こういった工具がついて空気入れもついてる、便利なスタンドまでできてます。はい、ということで今日は SM ラナンというモールの状況をお伝えしました。私の動画ではこのようにフィリピン全国やダボー地域の情報についてお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。